テレト。今日は上海でファーウェイが開催しているファーウェイコネクトというイベントにやってきました。はい、これは一体どういうイベントなんでしょうか。はい、これ大きな展示場なんですけど、実はこの展示場すべてですね使って開かれてまして、はい、ファーウェイ最大の年次総会になるんです、うん、で主にですね法人向けのビジネスのイベントということで、はい、9月15日にアメリカが金融措置などの制裁を発動しました。ありましたね。でその後初めてこうして我々も、うん、含めた海外メディアも招かれたイベントということで、うん、まあ、そこにはですね幹部も多く登壇するということで、その発言に注目が集まっているんです。で初日には林番会長の郭さんが登壇しました。はい、まずはその発言をご覧ください。大家知道我们华为现在遭遇很大的困难，持续的打压给我们的经营带来了很大的压力，具体我们仍在评估过程中，但求生存是我们的主线。聞いた感じかなり危機意識があるように感じますね。そうですね。はい、これリーマン会長のスピーチのかなり、ね、冒頭の方だったんですね。はい、で、まあ、毎年この時期にこのイベントやっていまして、まあ、去年もすでにもうアメリカの、ね、制裁対象にはなってたんですけど、はい、去年はここまでの言及は全然なかったんです。危機感はここまでありませんでした。じゃあこの1年間の間でだいぶ意識というか環境変わったということですか。ね、そうですね。やはり9月15日にアメリカが半導体チップとかね、アメリカの技術を使った、まあ、部品をファーウェイに対して輸出することを禁止した、うん、まあ、これが大きな打撃になっていると見られています。はい、で特にやっぱり今回スマホの生産に、ね、関わるということで、まあ、このチップ、まあ、ファーウェイは備蓄してきたと言われてますけど、これが備蓄がなくなるとスマホの生産に影響が出るということで、すでにですね、まあ、スマホ市場では異変が起きているんです。異変ですか。で実は実際に私、はい、先日上海市内にある電気街に取材してきて、まあ、スマホの販売店で店員に話を聞くとこんなことを言ってたんです。はい、华为现在你早买早你再过几天买它会更会涨涨价。都说华为涨价嘛，为什么？谁知道它内部原材料问题还是什么？実はですね、もう価格に影響が出てるんです。こちらはですね、ファーウェイのメイト30という、機種のスマホのですね、卸価格、卸値をの推移を表した、まあ、グラフなんですけど、これが6月の段階ですかね。はい、6月からで3ヶ月の9月の今の段階で、まあ、かなり上がりましたかね。そうなんで、実はこの機種、去年の11月に発売された、はい、まあ、機種なんです、うん、ですから11月に発売されて、はい、もう1年弱ですから、本来だともう価格はまあ下がって安定してるはずなんですね。11月だから、それから発売しても結構古くなっているということですね。なのにもかかわらず急上昇してるんですよ。うん、要はこれはもうチップが足りなくなったら生産ができなくなって、ファーウェイの端末が不足するんじゃないか、そんな予測が出て、はい、卸値にもう影響が出始めているということなんですね。通常古いスマホがこうやってまた値上がりすることって、はい、まずないじゃないですか。ないですね。はい、それはやはり市場としてもだいぶ混乱している感じなんですかね。そうですね、混乱しているという状況は出ていると思います。うんうんうん、あとはここで実際にね、ここに使っている半導体チップが影響していると思うんですけども、はい、これ半導体チップの在庫ってどこまで持つものですか。はい、それについても今回ですね、幹部が一堂に会した会見で、質問が出てきました。こちらをご覧ください。 We understand that Huawei has stockpiled chips in advance of the restrictions that were recently implemented on it by the US. We'd like to ask how long will this chip stockpile last, in particular for phones as well as Huawei's base station related chips.And then secondly, we'd like to ask, what specifically are Huawei's plans for these divisions once those stockpiles run out? 美国的加大制裁，第三次修改法律的制裁，确实是给我们的生产运营带来了很大的困难。但是具体到每一个芯片的话，因为是九月十几号，这个才把储备的一些东西抢进入库，所以具体的数据还在评估过程中。包含记账在内的 2B 业务的话，我们认为还是比较充分的。至于手机芯片的话呢，因为华为每年要消耗
几亿只手机芯片，所以的话呢，我们还在对手机的储备还在积极寻找办法。我们也知道这个美国的一些制造商也在积极向美国政府申请 license。I'm aware that the Qualcomm have applied for a license to the U.S. authorities to supply silicon to Huawei. Is that something Huawei would consider using Qualcomm silicon in their flagship phones? And the second part of the question is, do Huawei have any plans? I can see you have the capability to design silicon, but your problem is manufacture of silicon.Do Huawei have any plans to invest in silicon manufacturing foundry at all? 高通一直是华为重要的合作伙伴，在过去十几年里面，我们一直对高通的芯片有采购。那么我也注意到了高通说他们在向美国政府这个申请出口 license， 如果他申请到了的话，我们也很乐意使用高通的芯片来制造手机。华为这个是有很强的芯片设计能力，我们也乐意帮助可信的供应链增强他们的芯片的制造装备和那个材料的能力。聞いた感じ、基地局向けはまだ大丈夫で、スマホ向けが解決策を探しているところということですかね。はい、今回その禁輸対象になったもの、いわゆるこう基地局と、いわゆるスマホ両方に使われているそうなんですね、はい、で基地局というのは別に数としてはそこまで大量に出ませんから、備蓄している部分で、いけますと、はい、ただいわゆるスマホというのはものすごい生産台数になる、はい、で彼らの会見の聞いている限りは年間で何億枚ものチップを使うんだと、ははは、ですから、溜め込んだものだけではちょっと厳しい、はい、ということなんですね。ははあとチップ調達したいというのがクアルコムから調達したいという話も出ましたね、はい、そうですね、やっぱりもうねクアルコムっていうワードが出てきたの今回僕びっくりだったんですね、はいはい、彼らから調達してでもやっていかないといけないんだっていうのはかなり弱気な姿勢がちょっと見えてきたかなと、はい、というのもちょっとこちらの資料をご覧ください、はい、実はですね、これファーウェイの2019年の決算資料なんです、はい、でこちらのグラフちょっと見ていただきたいんですけど、はい、ファーウェイの売上構成比、はい、この 34.5% を占めているのはキャリアビジネス、はい、これは基地局ですとか、いわゆる通信インフラの事業なんですね、でこちら、はい、コンシューマービジネス、これ 54.4%、はい、半分以上を占めているのが、いわゆるスマホですとか、はい、パソコン、主にスマホですねの事業なんです、はい、要は今回その対象となって、彼らが一番機関を持っているスマホ、はい、これが実は彼らのビジネスの半分以上を占めているということなんですね、はい、打撃は大きそうですよね、はい、半分いってさらに言うとこのキャリアビジネス、34.5% でこういう数字になってますけど、これ自体も2018年の資料を見ると大して伸びてないんです、そうですね、3.8%、はい、基地局もやっぱり 5G を、巡って欧米がやっぱり締め出しにかかった、ですから成長分野ではないんですね、なるほどですね、はい、この日本柱両方ともちょっと折れてきているという中でいうと、はい、今後どうするのかなというところです。そうですね、それについてもやはり今回の、スピーチの中で出てきました、こちらをご覧ください。我们看到 ICT 产业正面临着巨大的发展机会，政府和企业全面进入数字化和智能化，连接和计算的融合将改变交通、金融、能源等等各行各业，为社会创造出巨大的新的价值。ということで、今発言にありました、ICT とは何ぞやということで、今回のファーウェイの、いわゆるもう一つの会場、この展示会場にやってきました。で、例えばですね、こちら、トランスポーテーション、いわゆる交通系の、展示ブースになるんですけど、ちょっとこちら見てください。空港の管制室のようなものがありますよね、で例えばここでいわゆる乗客の、いわゆるセキュリティチェック、
ですとか、まあ、これもプレセキュリティチェックって書いてますね、はい、でさらには工期をいかにこう誘導していくと、例えばみんながブリッジを使えるようにできるかとか、はいはい、まあ、そういうことを采配するシステムだそうです。ベースになっているのは、例えば瞬時にデータが送れる 5G ですとか、あとは計算をできるいわゆるコンピューティング技術で AI 人工知能、はい、でさらにはあのクラウド、ビッグデータを扱うクラウド、こういうものをいわゆるこう融合させて作ってらっしゃるんですね、はいはい、でこれらの技術っていうのは、はい、これまでファーウェイが力を入れてきた分野なんです。でこれまで個々にあの力を入れてきた技術を融合させて、はい、いわゆるこう社会インフラとしてあの開発して役立っていきましょうというのが先ほどの、まあ、会長 の, あのスピーチの詳細なんです。新しい戦略ということですよね、はい、でもこれこういう社会インフラって、まあ、国内中国国内はいいですけど、なかなか海外に売れるものかっていうと難しくないですかね。そうですね、だから実際に他の会場を見てますと、例えば電力のインフラを監視するシステムですとか、あと都市の監視システム、例えば災害から何からまあ予測したり、まあ、予防に役立てるシステムですとか、社会インフラ的なものが多くて、多分自治体ですとか、はい、公共機関向けのものが多いんですね、で確かにおっしゃる通り、これをじゃあ中国のものをいわゆるこう国 の, その都市の管理とかそういうところに海外で導入するかっていうと多分難しいんじゃない、すぐには多分ないと思います。ですからあのスマホですとか 5G っていうのは今あのファーウェイの大きな柱になってるわけですけど、そこにすぐこれらが成り代わるかというと、多分それは難しいんじゃないのかなと思うわけです、うん、そうですよね。で実際に、はい、あのファーウェイ今後どうするんだという質問が出てきました。 How are you going to adjust your business strategy in the light of new sanctions this year? And is Huawei going to prioritize the IoT and cloud business overthe smartphones in the near future. 915那个刚过去些天，具体的影响的话，我们还在评估。那么的话呢，华为的业务、人力资源政策会保持平稳。那么我们还会继续招聘优秀的人才，那么有优秀的人才来解决华为的问题。至于您说到的具体的业务的。現時点での計画がまだないとはっきり言いましたね。そうですね、ファーウェイ巨大企業ですから、やっぱり中国メディアも非常にこの行方に注目してるんです。で、まあ、やっぱり会見聞いてて思ったのは、本当に八方塞がりの状況なんだなということですね。あのアメリカの制裁を受けてます、有効な打開策はないという発言が出てくること自体が僕は驚きだったんです。というのも去年も僕このイベント来てるんですよ、はい、で同じようにやっぱり記者会見あったんです、で去年もやっぱり制裁を受けてたじゃないですか。非常に楽観的だったんです。まだ我々はあの勝っていかなきゃならないみたいなトーンだったんですけど、本当にこの1年で、まあ、ファーウェイは窮地に追い込まれたんだなっていうのを正直実感しています。ちなみにファーウェイの製品って日本でも売ってるじゃないですか。例えばスマホだったりとか、はいはい、ああいったものってどうなるんですか。あのスマホはですね、やっぱりあの今 Google のシステムはあのソフトが使えない、まあ、最新機種はってなると、なかなかやっぱり今までと同じように受け入れてもらうことは厳しいんだろうなと思いますし、最近スマートウォッチですとか、まあ、いろんなあのガジェットなんかも出してますけど、やっぱりそれがスマホに変わるほどの位置を得られるのかというと、ちょっとハテナだなと、ということでやっぱり日本企業も多く、まあ、ファーウェイと取引してますから、はい、まあ、その行方が気になるなと思いました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。